に思いを馳せるそれはどこかふるさとを思う気持ちに似ています楽しかったあの日涙を浮かべたあの時そして大切な人の笑顔懐かしくも鮮やかな記憶は未来へ向けて歩む私たちの心の糧さあ 昭和を紐解くたびに出かけましょうサンスター文化の泉ラジオで語る昭和の話この番組はサンスターの提供でお送りしますご機嫌いかがですか宮崎よしこです石澤則夫です 矢崎さん7月も、まあ、中旬を過ぎようとしていますけどね、はい、<laughs> あの実はね先月の下旬に、はいえー、たまたま休みが続いてもんですから、ええ、立山黒部アルペンルート歩いてきたんですよいいですね早めの夏休みそう、うん、本当に良かった天気予報は曇りか雨だったんですけど3日間ともいわゆるドピー感という、まあ、青空しか見えない 羨ましい本当に、えー、あの自然の中に身を置くというのはこういうことかなと思ったんですがあの出発が、ねはい、日曜日の早朝6時 <laughs>、えーまあ、集合だったんですけど、はい、東京駅八重洲口なんと、まあ、団体客でねなんだこれはと思うくらいに <laughs> もうう人が出てるんですそうですすそか皆さんそれぞれバスですか バスだだっったたりり新幹線だったりとにかくそこで一回集まって日本橋口集まって旗のもとに動いて,て <laughs> 一段が動いてあの足元が見えたかなと思うとまた次の一段がうわーっと来てまた埋まるという,うまあ皆さんやっぱり長いこと我慢してたから、うん、外に行きたくてしようがないというねそういう気持なんでしょうかね。 わかりますね。宮崎さんどうです？お休みいただけたらどっか行きたいところありますか？私もどこかその歩けるところに行きたいですね。上高地だったり尾瀬だったり、一日ぐる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 自由に歩いて、いい空気いっぱい吸って帰ってきたいかなと思います。上高地も天気が良くて空気が綺麗で、お猿さんが迎えてくれましたから。それはそれは。ええまああの。 落ち着いたらね、本当に、えー、国内だけではなくて、まあ海外にもそうですよね,ね。足を伸ばしてみたいな。もうそろそろいいのかな、うん。というわけでですね、今日のゲストは、はい、ハンガリーで生まれて多くの国を旅されてきたピーター・フランクルさんです。ああ<ー>、うん、あのピーターさんというとまずあの数学者でいらっしゃっ,って、そっかハンガリーの生まれなんですね。えー、そして数学者という顔を持つ一方で。うん 大道芸人の顔も持つというこのピーター・フランクルさんの人生をひもときながら昭和の日本を追体験していいこうと思います <laughs> 数学者大道芸人ハンガリー生まれ、うん、昭和の日本、うん、どうなるんでしょうか、はい、題して数学者で大道芸人ピーター・フランクルが見た昭和の日本今日も最後までお付き合いください。今日のテーマは 数学者で大道芸人ピーター・フランクルが見た昭和の日本。お客様をご紹介しましょう。数学者で大道芸人のピーター・フランクルさんです。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。<laughs> えー、ではまずピーター・フランクルさんのプロフィールをご紹介いたします。ピーター・フランクルさんは昭和二十八年生まれ、ハンガリーのご出身です。昭和四十六年国際数学オリンピックで金メダルを獲得し。 昭和48年には世界的なアメリカ人数学者ロナルド・グラハムに出会いその影響でジャグリングを始めますここいきなりジャグリングがあるんですがです、ね、この辺の話はまた後ほど伺います <laughs>、はい、そして昭和54年フランスに亡命した後共同研究のために世界中を旅して昭和63年から日本にお住まいです日本語を含む12カ国語を話し 公園と大道芸のために日本全国を駆け回る日々を送っていらっしゃいますハンガリーって、はい、まあ普段あんまりなかなかあの、うん、こういう国だって言ったことあるって方もあんまり周りに私の中にはいなくて、はい、知ってるんだけれどもあんまり知らない国の一つかなっていう感じがするんですけれどもうん、うん、ドナウ川の国ですよね、はい、そうですねあのドナウ川が流れて首都、うん、はブダペストですけれども、はい、ドナウ川の右にはブダ、うん、左はペストと とみんなそれは嘘だと思ってますよね。<laughs> <laughs> あのでも、そうなんですよ。もともと二つの町やった。そして。橋ができた。それでやっとなんか合併して、それで名前をその時。ブダとペストだったから、ブダペストにしたんですが。でも、国としては、あのやっぱり。小さい国です。結局。この国際数学オリンピックという話が出たきてきたけれども、ハンガリーは一つその。 れることはそれは世界で最も長くその連続してその数学のコンテストを披露しているのはハンガリーなんですね19世紀の終わりから毎年しっかり数学のコンテストがその高校生、えー、高校卒業したばっかりの人たち対象になっているコンテストがあってそういう歴史があってまあその流れで結局国際数学オリンピックもあの作られて、えーえー、そして そういうこともあってハンガリーは割とその数学と、うん、まあ大体理論的な学問が強いです。うん、日本は極めて化学とか、うん、あの物理学も強いですけれども、大体、うん、受賞する人はどちらかというと、うん、実際の実験で受賞をしていることが多いですよね。うん、考えてみるとものすごいお金が必要なんですよ。うん、その物理とか、うん、そういうような施設は非常に 高いですねハ、はい、ンガリーはちっちゃい国ではとってもそんなあのお金はなかったし <laughs>、うん、今もないしだからハンガリーにとってはまあこれですよ頭ですね頭で、うん、勝負しかできないというそういう印象は昔からあったでも今その国際、はいえー、数学オリンピック、はい、これ毎年行われてニュースにもなってますよね。はい、飯田さん18歳の時にこれ金メダルを 18歳は決して早いじゃないよこれ18歳までですあっそうですでも金メダルまあそれは嬉しかったですねそれ、うん、まさにそれによって僕の人生が変わったんです、うんうん、数学が得意な <laughs> 人にはいいんですけども <laughs>、はい、どうも数学はなって思う人間がまあ私も含めて結構いると思うんすけ <laughs>、はい、そういう人間にとってピーターさんが言うね数学の面白さってどういうところなんですかそうですねあの 数学の僕にとって一番面白いところはそれは本当に万国共通でであることですよねその言葉は違うようにしても 3×3 はどこの国でも9にサザンが9と言わなくても9であるしそのある数は他の数で割り切れるか割り切れないのか素数であるかないのかとかそういうものはもう昔から変わらずギリシャ人もすごくそういうもんで興味を持ったりしてこういうようにあの 数学で見つけたその真真実実ははそれは永遠の真実であるんですよね物理学も割と数学に近いですけれどもでもそれでもかなり何なか全体がひっくり返されるとかアインシュタインが出てきた時にはそこまでの考え方は通用しなくなったりいろんなあの量子力学でもまたいろんな大きな変化が起こったりしてでも数学の全体その建物はそれは 前からずっとずっとその芸にどん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 積み重ねてその前へ進むというその普遍性ははそれすすごく大きききいいですよあのお聞きの皆さんついてきてますあ難しいかもしれませんけれども <laughs> 実際はあの僕はどうしても今日話そうと思ったのは僕はちょうど三崎さんが生まれたの熊本という町で初めて日本人は意外と数学は興味があると。 気がついたんですよ僕はあのそれまだあの昭和でいうと昭和59年の夏なんですよ、はい、今年みたいにすごく暑かった。と <laughs> 泊まったホテルで熊本でなんかあのジョギングに出かけて上熊本駅とかあの辺をなんか走り回ってまたそのホテルに戻ってそれもう汗抱くだけでそこに座ると隣の 3m 離れたところには3人の女性が座っていたんですその人たちは当時はあの日本であの外国人が少ないしうんま,まして熊本は少ないというところで,で、ねうん、ちょっと不思議に見てたんですよね。パンスでか <laughs> 誰々<ろ> <laughs> 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 全くの未名人だったけどもでもまあ声かけられて、うん、とちょっとなんか話をして、うん、とそれであの私たちはこれからカラオケに行くから、うん、あなたもう来ないのかと。<laughs> うんえー まあいいだろうとただ一回部屋にもうてシャワー浴びさせてくださいと,ちょっとシャワー浴びて着替えて降りてきたらカラオケに来ましたとまあいろいろ話をするんですけれどもそれであの最後になって,てじゃあ誰が払うのかとまあ僕は本当に悪いキンバ一番と思ったけれどもでもそこでそのグループのリーダーは熊本らしい名前は今でも覚えてるけども千バさん。なるほど <laughs> 仙波 <laughs> さんは、うん、あのゲームやりましょうと,ほうほうとそれはなんかあの今はもう若い人はあまり見ることもないけれどもマッチ棒でやるゲームで、うん、当時はまだタバコ吸ったり人も多くて、うん、どこにもマッチ棒が置いてあって、うんうん、だからマッチ棒がいっぱい入ってるんですよね、はい、だからいっぱいマッチ棒なんとか並べてとその中からあのルールに基づいて、うんうん、あの。 一本か二本とかなんか三本とか取るんですよね。それで彼女は提案したのはルールを僕に説明して。それであの最後の待ち棒を取る人は負けなんですよね。うん、そういうゲームだったんですよ。いうゲームいえいえ、初めて聞きました。<laughs> 数学であの後から分かったけど、数学で割とあの有名なゲームです。僕は知らなかったんですけど。彼女は三回やって二回勝つ。うん あ、二回負ける方は払うと。えーはい、おじゃ、あいいだろうと、うん、まあ、僕もそれを <laughs> 受けてたと、はい、受けど、ね。まあ、座ってたけど。<laughs> それで。一回目は負けて、で、もうその間は、必勝に、必死に数学的な戦略考えたんですよね。はい。二、うん、回目、三回はもう勝った。だから、<laughs> 結局、千葉さんたちが僕の分まで、払ってくれたけれども。<laughs> でも、それは最初だったんですよね。うん、そういうように。 本当に数学的なものをこう,うように数学と全くけん関係ない人たちから提出されて私熊本とのつながりがすごく嬉しかったのと、うんうん、そのゲームその数学的に考えて、はい、あの勝利を得たという、はい、その数学があのコミュニケーションの手段になっていたというところがすごく面白かったです、うん、でももう一つあるんですよね、うん、そうそうそう、はい、そんなにあの数学にね こうのめり込んでいく、ピーターさんですけども。<laughs> もう一つその。<laughs> 恩師のグラハム先生と出会うことによって。ジャグリングを教わるという。はい、これはどういうことなんですか。はい、もともと、とてもシャイな人だったんですよ。シャイな人だった。はい、<ー>あまり人と、特に初対面であまり話せなかった。うん、どちらかというと、あのー。まあ、一向きのタイプの人で。うんうん 数学者でそういういい人多いですけれども<ー>でも僕にとっては憧れていた父とか、うん、その小さな町に住んでいたけど誰ともいつも友達になれていつも明るくしゃべったりしてと、うんうん、僕にはそういうようなことはあまりできなかっただからコミュニケーションに苦しんでいたしかもさっきの数学の話もあって大学に入って数学科そして人に数学者と言うともうやれやれ反応も多かったと。<laughs> うん そこでこのグラハム先生はハンガリーの学会に来て、うん、そこで自分はそこでいろんな、うん、彼はもう何でもできるような人だったんですよね、うん、あの中外をやったり、うん、逆立ちをやったり<ー>そしてボールもご高でも平気でいつまでもジャグリングできないぐらいだったから、うん、その彼を見た時やっぱり僕はすごくなんか憧れたんですよね。うん ハンガリーで先ほど言った先輩をはじめ、うんはい、優秀な人はたくさんいたんですうん、うん、でもみんなどちらかというと僕と同じようにこういうシャイな感じでコミュニケーションは苦手なタイプだったんですよね、はいはい、と彼のような面白い数学者をそこまで見たことなかったんですよだから僕もできたら面白い数学者になりたいなと思ってでそのジャグリングを身につけることによってピーターさんの世界変わりましたか あの変わりましたねそれはあのボールちょっと出してそれちょっと投げると、うん、やっぱりそ,ういう辺その辺の雰囲気も変わるし、ねうん、相手もどうやってるのを見教えてと聞いたりすることもあれば、うん、もっと見せてということもあって <laughs>、うん、それまだ大土芸じゃないですそれはまだ隠し芸ですけれども。うん でも少しはなんか自分もやってることを人に見せることができると、うん、数学でどんどんのめり込んでも,もう自分の親にも何をやってるのか説明できなくなってうん、うん、昔の友達にましてそれを説明できないうん、うん、でもじゃあ今までボールでやったけど今度お皿も投げるようになったとかそれじゃあ見せてとかなんかいろいろあってそれコミュニケーションの道具にはなりました。うん、それを身ににつけるのに随分時間かかかったじゃないですか 大きな差は何だったかというと、うん、数学は自分の悪だけれども、うん、才能があった。うん、<laughs> これは才能なかったんですよ <laughs>。残らないでしょ。い,いや本当になかった。えー、でも集中して一生懸命、うん、あの汗をたくさん流して練習して、えー、まあそれなりにできるようになったと。お皿もずいぶん割ったんです <laughs> <laughs>、まあ。まあまあありました。<laughs> いろんなもの <laughs>。 ありましたでもそこからね今度は大道芸というふうにねきちっと目を打って、はい、これもやるんだと、はい、いう風になるまでにはやっぱりいろんなあのチャレンジがあったわけですかあの僕は本当に上がりででもあったんですよ、うん、あの初めて例えば大学で発表した時にはもうずっと黒板に向かって書いてるだけでもう <laughs> 向こうに抜く勇気もないぐらいだったんですよ。だから初めててその舞台に立って やっぱり、あの。ボールをたくさん落としました。自分は、いいで、ちゃんとできるのに。こちらが本番で、なんか、みんな見てるとか、なんか、我が理想で。大変、もうだめだったんですよね。それは、どうしたらいいのかという、本当に、すごく大変なんですけれども。結局、大動画に救われたんですよ。あの。何が、違うかというと。 見に来る人はそれは人をどれだけすごいのかそれを判断するために来るんじゃないの。その人たたちは楽ししいい時間を過ごしたいでと、ねうん、そのためには笑わせるのが一番ですよね、うん、特に日本にやってきた日本で人の前に芸を見せたりするともういかに俺はすごいと見せるよりはどんどん。 相手のことを考えるようだから相手は楽しめばいいというところで、うん、ボール落としたらじゃあ猿も木から落ちるとか <laughs> なそういうようないろんなことわざを使ったり、うん、もうどっちらかというとちょっと落とした方がいいとわざとなんかたくさん落としたり <laughs> とそれで今度立派に認めるという、うん、そういうようなあのことに。 関わっててか人生観はこれで完全に変わってきました。うん、数学の場合には。どちらかというと、うん、偉らく言うと神様に向かって自分で何とかを書いたりすると、うん、今まで一番いい。うん、あの証明とか式とかそういうものを見つけようとするんですけれども、うん、大道芸はそうじゃないの？大道芸は大衆に対してなんですね。うん、こちらの方ができるのは当たり前です。えー、でもそれどうでもいい？ うん、大切なのはそうみ,みんなそれを見てあ,あ楽しい時間だったな、うん、笑ったというように変え、うん、ると,あ<ー>とそれでもうそれを生かしてもう世界どこでもいろんなもの、うん、いろんな場所であの <laughs> 例えば刑務所で大統領やったり<ー>難民キャンプで大統領やったり、うん、いろんなところで芸を披露ししたりして、うん、あの日本にそれで見えたのがちょうどあのピーターさん 日本のね、はい、昭和というまあ時代が終わろうとする、はい、そして新しい、えー、時代に移り変わろうとする時だったんですけれども、はいはい、その日本の印象っていかがでしたか日本人そのものはあの僕にはぴったりと思ったんです<ー>何が一番気に入ったかというとそれは日本人はあのアメリカほど結果主義ではないことだったん全ては結果というものじゃなくて、はい どちらかというとよく頑張ってる努力してる優しい人である、うん、そういうに人からによって人を判断することの方が強く感じたんですよね、うん、よかったですね。<laughs> でもそれだけじゃないよ、うん、いやその前にそれではここで一曲はい。えー、ピーダー・フランクルさんが最初に日本に来られた昭和57年の一曲をおかけしようと思います、はい、松田聖子さん赤いスイートピー今日のテーマは 数学者で大道芸人ピーター・フランクルが見た昭和の日本ゲストはピーター・フランクルさんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,ししま,すまあ先ほどあのコミュニケーションのためにその大道芸をされたというね、はい、お話がありましたけども、はい、あの言葉今本当にこう、はい、もう流れるようにそうですね、えー、お話が出てきますけども、はい、言葉の壁というのはどうだったんですかそうですね、うん、あの日本語は難しいと。うん あの非常に苦労しましまたどんなふうに結局はっきり言って最初はそのテレビのクイズ番組も見て今松田聖子さんの歌が流れたんですよね、はい、歌を聴いて日本語を勉強したことも結構あったんです<ー>なぜかというと、うん、漢字は読めないとどうにもならないんですよ、うん、意味わからないし発、うん、音もできない。はい でもテレビで歌番組を見ると下にテロップで当時も全部セリフが出てきたんですよ。歌詞が、ね、出てきまだからそれ好きになってそれで結構いろんなその歌番組を見たりしてそれで覚えたりしましたけれどもその大道芸は人を笑わせないといけないとい。うん ただだすごいといとうだけでは世界の大土芸ほ他の人いろいろ見たりしてやっぱり笑うときには一番盛り上がるんですよね、うん、そのためにはわざと日本語を間違ったりするということもあったりして <laughs> そ,うそういうような外人も見たけれどもうん、うん、僕は結局あのまたあるクイズ番組をきっかけに日本にはたくさん慣用句があると。はい 言葉座があると、気がついて。と、うん、そういう本を買ったんですよね。とそういう使える慣用句を。うん、あの。う、うまく使ったりして。<laughs> 例えば一つだけ。詳しく説明しますけれども。うん、やっぱり道でやってると。最後に。帽子を回して、お金は集めるんですよね。はい、下手すると。もうみんな。逃げるんですよ。<laughs> ほとんどの人はそして何人か行ったらもうみんな行ってるんですよだからその前にやっぱりちょっとしたスピーチをしないといけないですよね。はい、それであの僕はそこで「慣用句」の本で見つけた表現でぴったりだと思ったのはすごくいけるようになったんですけれども、はい、あのこれからあのお金は集まるんますけれども。あの 雲の子を散らすように逃げないでくださいと <laughs> <laughs> それはまあそこまで普段は使わないかもしれませんからそれを外人はそこにあってそういうところでやっぱり逃げちゃダメなと <laughs> <laughs> 逃げないでまあそれなりに10円とか100円。 帽子に出てくれたりしましたけれどもまあこういう,ように普段はもう日本人も会話であまり使わないけれども聞いたらよく分かるそれをこんな顔をした人は使うその差がどこかにあって。 雲の子を散らすように逃げないでくださいって言われた瞬間に動けなくなっちゃいますよね。<laughs> 動けなくなっちゃいますね。<laughs> あのなんかは払いたくないっていうよりもなんかちょっと気恥ずかしくて、うん、照れてあのねあの避けちゃったりした人もいっぱいいたと思うんですけども、はい、そこでそんな風に用欲を使われるとね、うんえー、なんか嬉しくなっちゃってそうです、ね、動けなくなりますよね、えー。そうしたあの形でえさまざまな場でね日本人とこう触れ合うわけですけども。はい 昭和の日本の文化でですね、はい、こうピーターさんからご覧になってへえちょっと海外と比べると大きな違いだなと思うような点っていうのはいくつかありま,すかまああのー、文化といいますかスポーツといいますか今でも大好きだけれども、うん、昭和だけじゃないですか、ええ、あのどうも宮崎さんも大好きな、うん、お,お相撲があるんですね。はい、それはやっぱり非常に僕も あの好きになって、えー、あの国技館にもいたことがありますけれども主に、まあ、家でテレビを見ながら、うん、力士を応援したりしてすごくなんか雰囲気が面白くて、うん、その多分その相撲のおかげで僕はいかに日本人は、うん、その自分分の出身を大事にすすると分かったんですよね<ー>、はい、いつも力士に関しては必ずどこどこ県のどこ、ねえー、生まれと話してるんですよね。はいえーうん この間あの優勝した力士で初めて福島県出身の力士が優勝しましたとその前はの正代というあの熊本県の初の大関という話が出たりしまして結局これは僕にとってもすすごくあのいい印象を与えたんですよね僕はどちらかというとハンガリーで田舎生まれです。 そずずっっとと恥ずかしいと思ったんだよ<ー>もう自分は自分の鉛を、うん、あの直そうとしましまた<ー>12歳の時になぜかブダペストの,、うん、あの遠い親戚は彼は何か録音してくれたんです、うん、うちはまだって <laughs> も何もなかったけれどもそれを自分の,あの話している言葉を聞いてこんな鉛があると恥ずかしく思って。 必死にブタフェストの <laughs> まああの販売の標準語を学んだんですよね。ええ、でもそうすべきではなかったと日本で反省するようになって、<ー>日本でまあ関西の人はもちろんでも他のところの人も結構それなりの表現で話したり表、うんうん、で話したりして、そ,<う>それはあのまあ非常に良かったと思ってうん。うん、あとは当時はこの先ほど。 松田聖子ちゃんの歌が流れたけれども、はい、当時はまだ国鉄なんですよね。はい、と、この歌がなければ、そのベンチを駅のベンチに座ってるという話ですよね。だから電車文化は大好きになりまして、えー、もうたくさんあの電車に乗ったり、あの鈍行にも乗ったり、いろんな駅で降りたり。<laughs> だいぶ変わったんですよねあの平成になってからどん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 ,どんあの駅の周辺は廃れてどちらかというとあのショッピングセンターは遠くにできたりしてでもその昭和の時代はまあ必ずその駅はその町のどうかの,の商店街があったりそこから始まるとそれは大きい。 けれども、でも一番日本人に影響を受けて、一番素晴らしい。と思ってるのは、それはあのまたも。さっき相撲を出たから、言葉が言えば、日本語の言葉で。喧嘩と相撲は一人でできないと。だから日本人は、その。喧嘩をしないようにしてるんですよ。これは、僕は日本人に見習ったつもりなんです。 日本に来る前によく人と喧嘩したりした <laughs> あら、別に喧嘩両成敗という制度はないけれどもでも喧嘩勝っても負けても後味が悪いですよ <laughs> そうですよねおっしゃる通りですね日本人はその喧嘩をすごくうまく逃げるんですよんなんかあのそれで日本人は例えば知恵としては野球と政治の話はあまりしないという <laughs> 違うチームを応援するともうちょっと気まずいことになったりしてこれは賢い選択だと思いますけれどもでも一般的に日本人はその喧嘩を避ける結局素晴らしい日本語もそうやってできてるんです英語のほとんどの文章は自分で話をする時は「I do something」とか「I think something」「I から始まるの」「V から始まるの」 でも日本人はそうんか「あっこの間こんなことをラジオで聞いた」とか「<laughs> テレビでこういうようにあったとか」とでも相手はなんかそれを違う意見が持ちそうだったら「うん、でも本当はそうかな <laughs> <laughs> よく分かりませんね」とその相手とその意識は共通じゃない、うん、というようなことに気が付いたらこれを飛ばして違う。 ダにしようか、うん、いろんな政治の話題今でも世の中では嫌な戦争が続いてるし、うん、でもいくら、うん、あのそのことに関して話しても、うん、相手のの意見を変えるのは難しいです、うん、ヨーロッパの友達とよく電話する、うん、とこういうテーマについて時には1時間以上 <laughs> 一生懸命お互いの意見をやったりする。で、うんうん、でも変わらないです 1> 1時間経ったらただ、1時間損しただけ、<laughs> <な>相手の意見も一寸も変わらない、僕も1センチも動いてないということにな日本人のある意味、ちょっとこの曖昧に逃げる性格って、はい、そういうのって数学的な立場から言うと、どうなんでしょうか、日本の数学のレベルというのは、世界から見て、日本のの数学のレベルはとっても高いですあそうなんですか。はい もちろんあの今の人は昔ほどあの計算はできないけれどもあの今はもうレジでしかもレジでもううつよりもバーコード読むだけでそういうように変わったけれどもでも日本でそんなにあの計算ミスはなかったんですよね。他の外国でもうどこでもあの全くあの信じられないほど足し算もできない。 引きき算もできないといいとう人はたくさんいまして、うん、日本はそのことはないその曖昧さはまあそれはまあ別な話で、うん、数学の論文の中には日本人はどちらかというとその非常に正確でであるんですよね、うん、日本人の数学の態度を見る時にはその曖昧さではなくどちらかというと仕事をどれだけ正確にやってる。 確認する、うん、最後ネジまで締める。うん、これあのマスコミもそうなんですよ。実際僕はいとこはあの一人はイギリスへ亡命して BBC で、はい、あのニュースライターをやっていて、<ー>あのもう一人のいとこはあのハンガリーのテレビで制作をやってたんですよね。<ー>だからそういうようにあの仕事も結構見たけれども、二、うん、<laughs> 人とも素敵な人だったんですが、あの とってもいい加減ですよ日本の場合はたった1分間の番組を撮ろうとしてもそれもしっかり最後のマまできちんとやってるんですだから日本人のこの正確さはこれは上昇であの素晴らしいとそれ数学とすごく似てるんですその曖昧さはその相手とあの喧嘩しないように。 喧嘩してもずっと同じ近所で住んでるんじゃないですか。はい、毎日顔見て嫌だっけムカつくなら自分にとっても本当に損ですよ。うん、そうですよね。だからそういう時にはもうただ<ー>あ,あいい天気ですね。まあちょっと暑いけどなあとそういう <laughs> あのまあうまくこの利用法をだから日本日本文化は僕はそれは一番素晴らしいと思ってるのはあの明治の言葉ですが、うん、ワイオセッチュ。あなるほど。 西洋の,、うん、あの良いところをうまく入れて、うん、日本の良いところも保つと、うんうん、そのバランスそれはあの一番大切だと思いまうんですよ。バランスある種の曖昧さ、うんね、そういったものがもうクッションになってねなるほど人の暮らしを育んでいくのかなとも思いますけども、はい、さあまたここで一曲を聴い,ていただきましょう、えー、ピーター・フランクルさんが日本での暮らしを始めた昭和63年の今度はヒット曲です。 桑田圭介さんいつかどこかで今日のテーマは数学者で大道芸人ピーター・フランクルが見た昭和の日本数学者で大道芸人のピーター・フランクルさんをお迎えしております、うん、引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますまさに二刀流でねピーターさんすごいという世界だと <laughs> うう思うんですけれども <laughs> ご趣味が釣りなんですってはいそうです、ね。僕は 大道芸はまあもちろん人と会うことがあるんだけどもでも大体は1対50人、うん、1>, 1対100人とそういう相場なんですけれども、うん、でも釣りに行くともういろんな仕事をしてる人がいるんですよ。うん、その中には昔すごく仲良くやた塗装屋をやってる人<ー>あの JR の運転手の人<ー> <laughs> まあ 一番今仲よくしてるのはそば屋と獣医さんとまたペット屋という人なんですけれどもそういうようにいろんな人と普通会うことはないような人それでなんかちょっとあの話があったら「じゃあ来週はどこ行きますか」とそれでじゃあ一緒に行きましょうとそういうようになったりそれからどんどんまあ友達になれるいろんな人とこう話は自由にできて。 もう一つ言わせていただきますけれども僕は主にはその釣りはその数少ないある程度年を取ってからもまだだいぶ上達があって、うん、そしてまあ夢があって、えー、あ今年は大きなマグロを釣れたらいいなと <laughs> 大きな夢だからコミュニケーションが出てそれからできて夢も達成できる可能性もあるという,そうですねで、はい、うん。 あのその大きな夢というか年を取ってから始めても上達できるっていう意味であの例えば数学苦手なんだけど年を取ってから何か問題を <laughs> 取り組んで上達できるもんでしょうかあのまあボケ防止にもなるし、うん、そして、うん、ある程度その面白さも分かるこの数学も他のも学ぶことも全部マイペースでやれば。うん だいぶ違ってくる、うん、その学校特に受験という環境は競争社会です、はい、そこであの勝ち抜けるのは何人しかいないなですよね東大には毎年3,000、うん、人しか合格できないけれどもでも自分でマイペースでやったりするとちょっとずつ上達することを楽しむことはできると思いますね。うん 釣りでもずば抜けて、できる人たちがいるんですよ。いくら頑張ってもとても太刀打ちできない人たちがいるんですよ。えー、でも。それでもどっか。そこにも数学的戦略は役に立つと思ってるんですよね。えーえー、まあ、ある程度例えば、情報を分析して、どうやって。あの。費が動いているときがいいのか、使用は。遅い中、使用がいいのか、あの、馬鹿使用がいいのか、そういうこともあったり。 またその船の上にどこに座ればまあいいのか餌の選び方そしてあの同じように釣りざを晒してある人のところにあたりが結構集中することがあるまでどういうことかと大体あの釣れてない時はじゃあまたもう一度やるもう一度やるというようなではなく大体よく釣れてる人はいろいろ仕掛けを変えたり餌を変えたり。 魚を探したり深さを変えたり、常、うんはい、に何かやってるんですよ。一部の人はまあそれでも楽しいからいいんだろうけど、その釣って竿を持って、<laughs> あ魚当たればいいと思ってる。<laughs> えーえー、でも大体は当たるのはそういう人じゃなくて、うん、当たらなかったからじゃあすぐなんか一生懸命巻いて、うん、また仕掛け上げて針を変えて、うん、あのちょっと重りを変えて、り、うん、いろいろその変化をいろんな他のやり方もやってと、それで自分で 前回はどうだったのかいろいろ思い出して、うん、そのの役を立ててその釣りだけじゃないです人生は全て僕もそれをさっきもちょっと言いましたけども日本人に学んだことはそれは結果だけではなく、うん、その過程を楽しむわけですその準備から楽しむいけないですよ。うん、来週釣釣りから今日は2つ3つあのあの釣り具屋にやって 行ってそこの釣り部屋の人もみんな釣りが好きだから。いろんな話をしてくれて、いろんなアドバイスしてくれたり。それで仕掛けを選んだり、あの。うん、餌を選んだり、りいろいろ。それから楽しむないといけないですよね。いや、もう本当に楽しそうな表情でね。<ー>釣りについて語られていて。<ー>いや、ちょっと羨ましくなる感じでした。いや、本当にあの。多方面のね。お話伺ってまいりましたけど。はい どうでしょう。ピーターさん、こう日本にね、はい、ええー、まあ、腰を据えられて、はい、ええー、暮らす中で。はい。それまでの見えていた日本人と。はい。腰を据えてから見えてくるこの日本人とでは。違いのようなものは出てきましたです。そうですね。あの、仕方がなく、それは日本だけじゃなくて。世界中の人はだいぶ変わってきたように見えるんですよね。うんうん、僕は今のような中では一番気に入らないのは、それは。 対立がすすごく増えたんですよ、うん、前以上に人は自分の意見を主張するのはある程度いいところもあるんですけどでもそれは絶対曲がらないと自分のバブルにいると自分のソーシャルメディアだけから、うん、あのニュースが入ったりして、うん、嫌いなニュースをすぐ削除してと仲間から同じ意見を持っている人たちそれをばっかり読んだり、うん、それですごく頭硬くなるような気がして。はいはい アメリカの社会ではこれ一番よく見えるんですがあの今アメリカも完全に2つのグループに分かれてもうお互い敵視してるんですよね同じアメリカ人なのに完全に敵視とそれはま好ましくないと思うんですよね日本はそこまではまだなってないと思ってるけれども本当に絶対なって欲しくないもっとそのお互いの共通の話題を見つけてそれに を通じてやっぱり、うん、あのもっとも認め合い、うん、その精神を認め合いの精神の、うん、持って持ち続けてほしいですよね。逆にこう日本が外国の何かここを見習った方がいいなっていう,ようなところはありますか。僕はどちらかというとあのちょっと 古い方に戻ってほしいという日本人は普段外国という時も大体の人はアメリカは頭に浮かぶですね。だから日本にとってはあのー、もうちょっとそのアメリカ一辺倒ではなくもっとその日本人にしかできないその曖昧さを今くりをして各国と喧嘩を避ける。 の最近はその対立の姿勢は非常に強くなってきてそれで日本にとって得られることはそんなにあるのかアメリカはその対立で勝ってそれで世界のトップであればそれはアメリカにとっては勝ちかもしれませんけれども日本はゆっくりは頑張ってもそこまでの <laughs>。 軍事力はないだろうし人口で見れば昔はまだ結構トップだったけど今もどんどんいろんな国に抜かれてだから日本は結局他の国と仲良くしてうまく貿易をやって幸せに暮らすことその上から目線で世界の国に対してアメリカのように話をするよりは対等ででも幸せで楽しく。 それはあってほしいな重要な部分ですよねそうですよね、うん、実はピーターさんに事前にリクエスト曲を伺ったんですけれども、はい、この人的な生き方ってのはとても大事なのかもしれません本当だ本当だ,本当だ植木ひとしさん <laughs> スーダラブシ <laughs> 大好きです <laughs> 聞いていただきましょう今日は数学者で大道芸人ピーター・フランクルさんが見た昭和の日本と題して えー、お話を伺ってまいりました。では、ここで番組からプレゼントがございます。お口の健康から全身の健康を考える。サンスターより、歯茎細胞に侵入する。歯周病菌をブロックして、歯周病を予防する。ガム・ウェルプラスのオーラルケアセットを差し上げます。健やかな体で、これからも元気に、充実した毎日をお過ごしいただくために、ぜひお試しください。こちらです。使えそうですね。<laughs> 食事後必ずね、<の>いろんな方とお話をされる機会も、はい、多いと思いますので、はい、ぜひお試しいただければと思いますあ,ありがとうございます必ず使わ先生いたあ,ありがとうございますピーター・フランクルさんありがとうございました,うましたどうもありがとうございました続いてはサンスターちょっと気になる健康の話お医者さんに行くほどではないけれどちょっと聞きたい健康のお悩みそんな悩みを皆さんからお寄せいただき専門家に答えを伺うコーナーです 七月の担当は愛媛大学名誉教授でサンスター財団の理事橋本浩二先生皮膚科学がご専門です橋本先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ今月はお肌のお悩みを取り上げます宮崎さん今日のお便りご紹介くださいはい静岡県にお住まいのいろは君とおっしゃる方からいただきましたありがとうございます四十代からの髪の毛 頭皮ケアについて伺いたいです、うん、昔は髪の毛がふさふさでしたが、うん、40代になり髪の毛を伸ばすと頭皮が見えるようになり髪の毛が少なくなった髪の毛が細くなったのを感じています、うん、最近はお風呂で頭皮マッサージをしたり海苔や黒豆など髪の毛に良いものを多めに食べるように心がけています、うん、今後薄毛の進行を防ぐ または髪の毛を増やすために、どのようなことを心がけたらよいでしょうか。また、頭皮マッサージの方法や、市販の増毛剤の一般的な効用などを教えていただけますでしょうか。うん、ご相談者が男性でしょうかね。佐々先生、いかがでしょうか。はい、今回は男性の薄毛について説明したいと思います。はい、薄毛とはですね、髪の毛の量が減って、 地肌が見える状態のことを言いますまた毛が短く細くなる場合もありますこの症状を男性型脱毛症 AGA と言います<お>これはですね視神機構に発症する進行性の脱毛症のことなんですけれど、うん、大きく分けて額の生え際から後退していくタイプ、うん、頭頂部から薄毛になるタイプ、うん その両方が同時に進行するタイプがあります先生この AGA の原因はどんなことが考えられますか遺伝的な要素と男性ホルモンが大きく関わっています男性はですね母親の X 染色体と父親の Y 染色体を受け継ぐわけですが実はこの X 染色体は薄毛の遺伝子を持つことが解明されていますですので 母方の祖父や祖祖父が薄毛の場合はかなりの確率で遺伝します、うん、だからといってですね母方に薄毛の人がいるからといって必ずしも AGA になるわけであります <laughs> なるほどそれからもちろんですね父方の方からも遺伝することも知られています、うん、で、ストレスやですね不規則な生活など他の要因で薄毛脱毛が進むこともあります、うんうん、そうするとどんな対処を考えたらいいんですか アジアですね。食べ物など工夫されているとありましたが、まあ、ほとんど効果はありません。<れ> aga はですね。ヘアサイクル、つまり、髪の周期を満たす男性ホルモンが影響しているわけです。うん、これが曲者でしてですね。<え>本来にいないし、6年とされる髪の毛の成長期を数ヶ月に短縮。つまり、髪の毛が太く、長く成長する前に抜けてしまうわけですね。<え> ですからこのヘアサイクルを正常に戻すことが一番の対処法ということで最近ですね注目を浴びているのがミノキシジルという成分です。その効果は学問的にも証明されていますのでこの成分が含まれた育毛剤増毛剤を使うといいかと思います、うん。ミノキシ汁を覚えておきましょう。うね、橋本先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。した静岡県にお住まいの いろはくんさんいかがでしたかミノキシジル調べてみてください専門家にちょっと健康の悩みを聞いてほしいという方はどんなに小さなことでも構いません番組までお寄せください採用させていただいた方には記念品を差し上げます今日のお話は番組のホームページでもご紹介していますサンスターちょっと気になる健康の話でした さあお別れの時間が近づいてまいりました。今日は数学者で大道芸人ピーター・フランクルが見た昭和の日本と題してお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。はいあの曖昧さがある意味本当に大切であの私たち日本人の持ってるいいところとして捉えてくださっているのがすごくあの嬉しかったしああのそれってこれからも私たち大事にしなきゃいけないのかなって。 と思いました。そうですよね。うん、そして結果だけではなくて過程が大事なんだっていう、えー、これも、うん、なるほど。そうですね。すね最近確かにちょっと忘れられがちかもしれないですよね。まあ結果も大事ですけど。もちろんですね。<laughs> そうですね。<laughs> いや本当あの流れるようなあのお話の中ですごくその,、うん、その心に残ることがたくさんありましたね。たねはい。来週は。 俳優の三田村邦彦さんをお迎えします三田村さんもお話好きな方ですから、うん、楽しみですね,ですねどんなお話が出るのかさてこの番組ではホームページ、インスタグラム、ツイッターに加えフェイスブックでもいろいろな情報を発信しています宮崎さんのインスタグラムでもスタジオ収録中の写真などを載せていますツイッターではハッシュタグ昭和の話でぜひ感想などつぶやいてくださいまた YouTube でも番組をお聴きいただくことができます。ラジオで語る昭和の話で検索して、ぜひチェックしてみてください。そして、サンスターは、Web マガジン、ニューノーマル、ニューケアで、新しい生活様式に必要な、人と地球の未来の健康に役立つ、様々な情報を定期的に発信中です。サンスターニューノーマルで検索して、ぜひお役立てください。 ラジオで語る昭和の話、お相手は。宮崎美子と。石沢のりおでした。ししたサンスター、文化の泉。ラジオで語る昭和の話。 この番組はサンスターの提供でお送りしました。